テレビくんのラジオ。こんばんは、寝そべり族のカリスマテレビくんです。よっ、まっしゃい。本日は無職で2ヶ月目経過、厳しい世の中というテーマで話していきたいと思います。4月から無職無収入のテレビくんですが、短期派遣の仕事を辞めて2ヶ月が経過しました。で、今どんな心境なのかとか、で、5月はどんな感じで過ごしていたかを話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。いや、2ヶ月終わっちゃいますね。本当に時間が過ぎるの早すぎです。で、動画ももうアップしたいなって思ってたんだけど、いろいろやることがあったりとか、もうただただ寝ちゃうみたいな日が結構あったりして、で、週1ペースになっちゃってたんだけど、で、ありがたいことにアップした動画も調子がいいと1000回を超えたりしていて、で、手応えを感じています。で、それで5月は何をしていたかっていうと、で、4月の終わりくらいにアイドル運営さんから連絡が来て、楽曲の制作とレコーディングの依頼をされて、で、ゴールデンウィーク中はその曲の制作作業をしていました。で、だいたい2週間くらいで曲ができて、で、運営さんからも OK もらって、で、ライブにもご招待されてタダで見れたし、レコーディングはもう非正規で下働きみたいな感じで、もうヘトヘトになってる時の自分とはもう真逆の立ち回りで、で、恩恵も受けまくれるみたいな、そういうありがたい立ち位置で仕事をすることができました。で、この話は他の動画で詳しくしているので、そちらをご覧ください。で、レコーディング終わってからはもうひたすらのんびりしていましたね。毎日アニメを見て、で、たまに部屋を掃除して、で、昼ご飯作って食べて、で、眠くなるから寝て、で、夕方頃起きてジョイトイさんの YouTube を聞いて、で、夜になったら実家に行ってお風呂入って、で、ご飯食べて、で、帰ってきたらアイドルの配信に参加して、で、深夜の1時とか2時に寝るみたいな1日を繰り返していました。で、これでもめっちゃ自由だし、まあ、もうめっちゃ楽しいなみたいな感じで思ってたんだけど、もうただ時間が過ぎていくだけみたいな日々で、で、虚しさっていうより、まあ、若干の焦りっていうか、まあ、やっぱり、まあ、自分でなんか行動して作っていきたいなみたいな、そういう気持ちになることが増えましたね。で、なので、また新しい曲を作ったりとか、こうやって YouTube の動画を作ったりしてるんですけど、こういう自分で創作する系の趣味がない人がもうやることなくて虚しいから、もうせっかくファイヤー達成したけど働くかみたいな気持ちになるっていうことが少しわかる気がしてきました。まあ、でも働くってなると、1日9時間を会社に拘束されて、で、準備とか通勤時間を含めると、もう軽く10時間とか11時間になるわけじゃないですか。で、残業もあったらそれ以上に会社に費やすことになるし、これを毎日やるってもう本当に自分には耐えられないですね。で、人って自分の人生を自分でコントロールできないっていう瞬間にストレスを感じると思うんですよ。で、会社で働く以外に他にやりたいことがある人、まあ、漫画描いたりだとか YouTuber やってたりとか、あと作曲やったりとか、まあ、あと映画見たりとかアニメ見たりとか、ただただ寝たいよみたいな、なんかそういうもうやりたいことが、もう会社に一日の大半の時間を奪われることで、もうほとんど何もできないとか、もうなんか嫌だなみたいな感じで毎日が浪費していく、まあ、でももうお金がないと生活できないから、もう仕方なくやっているっていう、なんかそういうもう毎日を送ってる人が多いと思います。
でそれを解決するのがお金のかからないもう自分で創作する系の趣味をしていって、で給料の一部は貯金して、でインデックス投資に回してファイヤーしていくとか、あと最低限の出費でもうあとは部屋で寝そべっていくっていう寝そべり族っていう方法とか、もうライフスタイルが流行していったんだなと思います。会社に自分の人生の時間の半分以上を奪われて、でもういくばくかのお金しか残らない、自分って何してたんだろうみたいな人生ってもう虚しいなって思うんですよ。だったらもう出費を最低限にして自由な時間を確保しようっていう生活が自分には合ってるなって思いました。まあ、とはいえ今月もうレコーディングが終わってからちょっと怠けすぎたし、あとエッティンガーなお店にも行ったし、アイドルのライブにも行って、あともう最近新しい趣味でガンプラ始めたいと思って、でガンプラとか塗装スプレーとかそういう用具をいろいろ買ってたら、まあ、1万円近く使っちゃったんで、もう浪費を結構してしまったっていうのも反省点ですね。まあでもそのガンプラお金使っちゃったって言ったんだけど、もうかなり楽しいですね。パーツ組んで、ね、どんな色で塗装するか考えたりとか、あと実際塗って、で、細かいところを調整したりとか、で、わかんないところは YouTube でプロの動画を見て、で、質問すると、もう初心者歓迎ですみたいな感じで歓迎してくれて、で、丁寧に教えてくれたり、もう作ってる時間没頭できるし、いやこれいい趣味だなみたいな感じでかなりハマっています。まあでもお金使っちゃったって意味ではちょっと反省点なので、6月は自分への戒めとしてテレビくんのラジオを2日に1回は上げるという宣言をここでしていきたいと思います。でここで宣言すれば聞いてる人がいるし、拘束力が湧くので、もう怠け癖がすごい自分としてはいい感じの束縛になるんじゃないかなと思います。で本当最近もうエッティンガーな動画のレポートとか、いただき女子リリちゃんのマニュアルの動画とか、もうそういうもう調子いいと1000回再生いくし、もう登録者さんも増えているので、もう自分にとってもメリットだらけなの で聞いてもいいよって人はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。で5月はアイドル曲を作ってお金もらえたし、のんびり過ごせてよかったんだけど、まあ、お金使いすぎたなっていう反省点もあるから、もう6月は寝そべり族のライフスタイルにのっとって、でできるだけ出費を抑えたライフスタイルをしていきますといったテレビくんでした。皆さんは5月はどんな風に過ごしていましたか？よかったらコメントで教えてください。最後に X もやっています。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲ニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリスト公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。楽しかったって。